では、あなた方が何であるか答えられるもの。32番。はい、私たちはただの人形です。よろしい。あなた方には所有者がおり、所有者の望みのために存在するただの人形です。所有者の意に反する行動は許されません。抵抗するなどもってのほか。では、所有者の望みにかなわなかったものはどうなる？75番。あ、はい。なんだっけ。答えられなければよろしい。次、22番。はい。所有者の望みにかなわなかったものは、破壊され、破棄される。よろしい。あなた方は所有者の意にそぐわない場合は破壊されます。所有者の命令は絶対です。では、そもそもあなた方がなぜここに来ているのか、96番。僕？そうだ、96番。答えよ。じゃあ、先生はなんでここに来ているの？は？だって、僕たちを集めたのは先生でしょ？だから、先生たちがなんでここに来ているのかわかんなかったら、先生の質問もよくわかんない。96番、口を慎め。私たちはあなたの所有者からあなたを処罰する権限を与えられている。なんで？ママも先生もおかしいよ。人を叩いちゃいけないんだよ。わからないか。ならばわからせてやる。来い。やめてよ、痛いよ。そこでおとなしくしていろ。所有者へ連絡する。え？ママに？やめて。それはやめてよ。うるさい。さて、と。お久しぶりです、レディ。あら、私たち、どこかで会ったことがあるかしら。ええ、ずいぶん前に。そう。会えて嬉しいわ。私こそ、片時も忘れたことはありませんでしたよ。光栄だわ。私はあなたのお役に立てたかしら。ええ、何度も。苦しい時にはいつだって。それは本当に素敵なことね。でも、どうしてそんなに辛そうな顔をしているのかしら。あの、レディ、何かしら。レディになるというのはどういうことでしょうか。私はレディであろうと必死にやってきたつもりでした。しかし、私の声は誰にも届かなかったように思うのです。私はレディのようにはなれませんでした。私ごときがレディを名乗ったのが間違いなのでしょうか。そうね、難しい質問だけれど、あなたは一つ勘違いをしているわ。何でしょう。私はレディではないのよ。私はラジウムガールよ。私なりにやれるだけのことはやったつもりだけれど、まだまだレディになれたなんて胸を張って言えないわね。それじゃあレディって何なんですか。答えてください、ガール。何をブツブツ言ってる。反省の色が見えない。はあ、聞こえなくなっちゃった。いつもそうだ。僕はいつも大事なところでしくじるんだ。大事なものを何一つ守れない。結局一人ぼっちで一人芝居ばかり続けている。間抜けな、哀れな道化師。そう思いませんか？
カロン。気づいていたんだね。ええ、お久しぶりですね。久しぶりだね。ずいぶん立派になったみたいだ。いいえ、何も。何一つ立派になんてなっていません。いいや、君はもう十分立派さ。その証拠に、君はあの時のようにメソメソしていないじゃないか。もっと胸を張っておいき。君はもう一人前の狐じゃないか。どうして私を狐だと思ったのですか？哀れで逃げ惑うことしかできない私を、しまいには毒牙にかけられて惨めにくたばることしかできなかった私を、どうして狐だと呼ぶのですか？これは難しい質問だな。僕だっていつから自分が狐だったかなんてちっとも思い出せないが、君はそうじゃないのかい？ええ、確かに。いつからこんな風に意地ばかり張っているのでしょうね。まったく困ったものです。帰ったのかいお前。うん。帰ってきたのになんで声がかけられない？お前は口が聞けないのか？ごめんなさい。それよりもお前、懲罰房に何回入った？1、2、3、4。数えろって言ってるんじゃないんだよ。恥ずかしくないのかって聞いてるんだよ。ごめんなさい。お前、髪を解いてないな。なんとか言ったらどうだい？痛い。こっちへ来い。手間のかかるアンドロイドだ。やめてよママ、痛いよ、やめてよ。うるさい、黙れ。お前が髪一つ満足に解けないのがいけないんだ。ごめんなさいママ、ごめんなさい。お前がスカイドールズじゃなければとっくに廃棄だよ。どうしてシャムロックのようにできないんだ？ごめんなさい。イーファの野郎に出し抜かれた。お前は欠陥品なんだ。さて、カロン。もうすぐお別れですね。よく覚えているね。そう、僕たちはここで別れになって、二度と会うことはない。寂しくはないかい？ええ、大丈夫です。きっと、なんとかしてみせます。そいつはいい。君は本当に強くなったんだね。さあ、君にご褒美だ。僕の偉大な尻尾を味わいたまえ。よしよし、今はゆっくりと涙を流し、きっとまたどこかで会えるからね。ありがとう、カロン。何ブツブツ言ってるんだ。今何時だと思ってるんだよ。妙な本を持ってるな。こっちに渡せ。はい、どうぞ。お母さん。なんだい。一度読んでみてください。その本、素敵な本ですから。さて、ここからが勝負です。懐かしい。なんて分厚い本でしょうか。さあ、始めますよ。答え合わせです。
これから数々の具体的な試練があなたを待ち受けている。失敗した場合、あなたは社会の構造に抑圧され、一方的に阻害されることになる。だからこそあなたはあらゆる抑圧に抵抗し生存しなければならない。